劇場以外の景色久々クマ。こんにちは。こんばんは、こんにちは。今日は何グラを決めたいです。服似合ってる、やったー。でめっちゃ前から着てるこれ。何グラどんな感じでするか何にも決めてないです。何どんなんがいい。クリスマスのなんかみたいなやつですよね。なんか動画でやるみたいな。コハタンの萌え台詞って言えばヤッホースッチだよね。もうそれもあり。今回のお題難しい。確かに。ナングラは明日目、そうなので今日決めたい。土だけで行こう。あり。ハニャは必須かな。なんやろ、難しいな。萌え台詞なのでもっちゃん黒歴史にならないか心配でた。確かに面白い。めっちゃ遠く離れた場所からスッチーって叫ぶ。遠く離れた場所から撮るとこないんですけど、ない。何がいいかな。一応バージョン違いでひたすら繰り返す。バージョン全然ない。何がいいやろ。もう難しい。この今回のやつなんかもうむずいですね。リサコハリちゃんなん黙って見つめてるだけで萌え系なのでは。推しにハワイ。かいわい。おもろい。何にしよう。ちはにゃ。メリークリスマスチ。あ、もうそれでいいや。これめっちゃいいやん。メリークリスマスチ。じゃあコハはそれにしますね。K
決まり。決まった。これ決定。決まり。決まったにした。決まり。今来たけどもう決まった。もう決まった。決まった。めっちゃ早い。即決。みんな最近何してる？コアはね、最近ね、何もなかったら家から出てないから。あんまり家から出てない。スルーされるつもりの人たちに採用されて焦る。引きこもってます。サンタコスで行ってほしい。家にサンタコスないわ。冬眠してる。ブブが受け取ってきた。わーい、ありがとう。学校は行けてますか？学校でもオンラインも多いかな。マコハが撮ってるやつが多いっていうのもあるけど、仕事して仕事して、たまに劇場行って仕事してる。わ、ノブさん行きたいもありがとう。決勝だ。雪だるま作ろう、ドアを開けて。最近コハタにハマりかけてる。やったー。スタバよく行ってるやん。でもかスタバ行ってるけど、あの車でママと行く。だけ、もうそこだけ行って帰ってくるし、かもか、あの中で飲まずにもう車で飲んで帰ってくる。最近は法律ギリギリまで働いて疲れてお金が残りました。ポストカード2トンゲットして、やわーい、やったー。あ、兄ちゃんありがとう。これ何、またコアの知らんやつや。アヒルのなんかキラ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 アヒルみたいな、初めて見た。車の運転頻繁に乗らなければ怖くなるよ。あ、タコだ。タコ？あれ？こっち熊なのに今タコに見えた。ありがとう。車の運転はね、もうね、半年ぐらいしてない。水色。あ、アリラビューありがとう。でもね、コハはなんだっけ、免許取ってもうちょっとで1年です。やばくない？早くない？あと1ヶ月2ヶ月ぐらい、1ヶ月もないわ、1ヶ月ちょっとで、2ヶ月もない、1ヶ月ちょっとぐらいで。ユナなんかコハはあんまり食べるのか疑ってた。どういうこと？パクパク体？ユナこの前会った時、なんかコハが劇場になんか持っていくのなんかがあって、で劇場行ったらユナが練習してて、練習しに来てて、
コハタン来るなら夜ご飯ユナ一緒に行こうって言おうと思ったのにみたいな。ユナ一人で夜ご飯食べに行ったらしくてショックがあってて可愛かった免許1周年記念それはやばい。自分も1年はほぼペーパーやった。もうこはずっとかも。全然乗れへん。なんか乗る機会がない。乗る機会ないんです。友達は人も車も少ない種子島で免許取ったから都会は怖くて運転できないらしい。確かに。ボスが秋田の BM 乗らせてくれる絶対無理や。初心者マーク外れる。そうです。あと1ヶ月半ぐらい。コアタはあんまり食べないんじゃないかって疑ってたちゃうって。それはユナがあの体調としてすごいだけやで阪神高速とか怖くてなれ。確かに高速はな。ハート。嬉しいだけ。最近はね、なんかね、お散歩してる、よく。ご飯は。堀坂家はクリスマスツリー出した出す？出してないけど、パパがめっちゃ、あのイルミネーションめちゃくちゃ飾りつけて、めっちゃ今家が光ってます。家全体が。つまり体調がすごすぎるってこと。はい。もうみんな言うと思います、それは。でも近重さんにもなんか体調は食べるけど織坂はあんまり食べてないみたいな垂れ込みをラジオのやつで垂れ込み入ってた。免許取得1週間で阪神高速恐怖すぎて。これも高速は、でも高速はそんななんか曲がるとかないからまだ、どうなんやろう。あんま乗ったことないから分からん。アイドルの後ろに車、クマのぬいぐるみ多いけんでもこれめっちゃ昔からいます。もう中3ぐらいからいる。フォローしました、ありがとう。たまに家の外にもイルミネーション隠れてるところあるもんな。そうこの時期になると光る家。そう、ご飯の家は光っています。光る家です。誰か入ってたらおもろい。光る家映画のタイトルみたい。そう、パパがやってた。金子さんも頭がいいがってます。大学も光る？あ、確かに大学なんかツリーとかあるよね、でっかいやつ。アーノンさんとかにも大きなクマがいるよ。そうなんや。コアンも割とこれも大きい、割とでかい。最近何したらいいか分からん最近家にいるときはね、マジでやることないんですよね。最近散歩してる。めっちゃくちゃ
阪神高速まだ並走してるのに車線変更してくるから怖い。え、全然分からん。高校生かと思った。コアのこと？近所ですごく緩めしてたところが去年からやめたっぽいのが悲しい。そうなんや。マジで散歩してたらめっちゃ家光ってる家何軒か見つける、歩いてる時にめっちゃ歩いてる時に結構あのでっかいでっかいキラキラがついてる。そのクマさんの中にユナナンがすっぽり入りそう。ユナくん、これユナくん、ユナくんの TikTok 見てる、頑張ってるやつ、怖い、縄跳び。ユナの TikTok かわいい、もう筋トレしてるの。ユナもかわいい。あ、エリナちゃん、ハート、ありがとう。そう、なんかね、劇場にあの青色の縄跳びがあったら、あ、ユナのやつやと思ってた。来週久々に栗原さえさんのお話があるから、コアラちゃんのことプレゼンしとく。それはもうやばい、死ぬ。あ、ピーチもいます。このピーチもいます。イナの TikTok 可愛いから見とれる。ピオラボイス。イナは他のメンバーの3倍のスピードで、これ3倍プレゼンまで行きといて、はい、行きときます。少し前はイルミの綺麗な家の前で車の状態できて問題。そうなんや。背中に寝つけて帰国してて、さあそれはこの子。カータンの周年のうちわとマスク、マスクとか届いた。やったー。しだれ柳のやつとか、あれまだ今までの方やったらまだ漏れてる方かも。ナングラ、いつもナングラ決まりました。何話すか、なんか話そうと思ったけど忘れちゃった。10周年のケースの写真も可愛かった。やった。なめこについて、なめこ、コハの前通ってた、高校の時通ってた塾長のあのあだ名はなめこやった。なんか顔の形がめっちゃなめこみたいな感じやったから。ネオンの衣装のアクスタ友人が出てくれた。ネオンの衣装って何？何やそれ。ナングラどんなやつになったん？メリークリスマスチー。おもろ。シャーベルのさん、マッシュルームヘアじゃなくて、とかじゃなくて顔、そう、なんかね、ウッ
ッティっていう、ウッディかナメコって言ってた。わ、ハート。そう、ウッディかナメコ、ウッディかナメコ。マジでウッディはほんまに似てる。もうマジウッディみたいな感じ。めっちゃ似てた。塾は超楽しかった。めっちゃ楽しかったです。1年ちょっと半ぐらい行ったけど楽しかった。コットのグラビア穴が開くぐらい見てるよ。穴が開いたあかんやん。プッツにヘビーななななななめこ。仕事はだってチュシュ。うふふ、しゃべるのさ。ちく楽しいのはいいこと。そう、楽しかった。あの総合的にな、楽しかった。ちょっと若ぽん先輩とメモってたら似てる。なんかそれもよく言われるかも、たまに。塾マジでね、な、変な先生しかおらんかった。なんかあの英語の、なんか英語のおじいちゃんの先生がいて、まあ、おじいちゃんって言ってもなんか他の先生がまあ割かし若かったから、その人は多分40代50代ぐらいやけど、まあ、コハはジージって呼んでて、ジージがめっちゃ変な人でめっちゃおもろかった。なんかこのアピーチとかをいつもかくまってくれてた。なんか大掃除の品とかは全部持って帰らんとあかんけど、この子を落とし物ボックスに隠してくれてた。じいじマジでやばい、やばくて、なんか塾のなんかなんか経費何やったっけ、その備品をなんか買う、なんかお金決まってるじゃないですか、決まってて、でそれを普通はなんかその合うように使う、その最低限使うのに、そのじいじは例えば何万円、例えば7万円とか決まってたら7万円全部備品買うね。やばくない？だから一時期ティッシュが50個ぐらい届いて、塾の教材参考書とかの棚の上が全部ティッシュやった時があった。それで小映えがホイホイみたいなやつもめっちゃ買うし、そう、ほんまにやばい、あのじいじ。それでもうなんか掃除にめっちゃうるさいから、あの棚、なんかこういうアクリルボックスみたいなの決められてて、そこに自分の教材をこういっぱい入れるんやけど、いっぱい入れてで置いて帰るけど、なんかそう入らへんのとか出てきて、プリントとかで、ちょっと棚の上にこうやって重ねてたら、じいじがすりはみ出てるとか言ってきて、まあ、だからもう途中からじいじのことはもう美化委員長って呼んでました。マジでもう美化委員長だからもう超大変、大掃除バリ気合入ってるから。小林の飛ぶ塾そう、小林めっちゃ飛ぶ、めっちゃ小林いた時期があって、その時塾に、そうめっちゃ小林がホイホイめっちゃ買ってました。
こうゼリーみたいなやつめっちゃコバエ飛んでた。美観院長、でも全然あのジージってあだ名やけど全然あの毛はしっかり生えてた毛は生えてた。コバエの発生源、発生源も全然わからん、なんでやろうな。自分の行ってた塾はコバエめっちゃおった。あ、じゃあ一緒やもう一緒の塾かも、コバエとならそう。でもジージのかわいそうなエピソードはなんかコハの一緒の、 あの学校の友達もその塾の子が、あのジージがあのお弁当食べててお昼に、それで「ジージ愛妻弁当ですか?」みたいな言ったら、羨ましいみたいな言ったら、なんか「これはお母さんのお弁当」って言われて、ちょっと気まずいみたいな感じになりました。それジージの思い出。小前学習塾、楽しかったです。お母さんのお弁当やったっていう、こわふれたらあかんやつほんまにめっちゃ面白かった、超楽しかったしかもジージのエピソードまだまだあって、なんか夏休み期間はあのみんな朝から晩まで塾にいるじゃないですか。そしたらなんかあの、まあ、寝てる子とか自習室でとか、なんかその YouTube 系とか見てる人とかいるから、じいじが見回りに来るんですよ、なんかそれをみんなのことを。それである日子たちがあの朝塾に行ったら、その鍵開ける人はいるけどまだ朝は先生その時いなくて、ならそのじいじがつけてるなんか指導ノートみたいな、なんかチェックノートみたいなのが置いてあって、みんなで見たらなんか誰々何時寝ていたとか、誰々何時誰々の YouTube を見ているとか書いてて、めっちゃ細かいかった。みんなバレてたじいじに全部。それでも子たちの夏休みはそのじいじ日誌を見るのが日課になってました。美観院兼風紀院、ほんまにマジでジージやばい。ジージ美観院やから、なんかその掃除系のグッズもめっちゃあの塾のなんかその備品の経費からめちゃくちゃ買うんですよ、大量に。そう、書くだけで言わないって優しい、優しくない、書いてそのなんか他のその担当みたいな先生にあの報告するみたいな、そのノートで、それで担当の先生にあのみんな怒られるみたいな感じ。でも大体なんかもう夏休みの後半になるとじいじが目回りに来る時間もみんな覚えてきて、うわ何時やからそろそろ来るんじゃんみたいな感じになってました。かわたん今日もかわいい、優しい、こんにちは。じいじ日誌怖い、ほんまに怖い、
YouTube も配信把握した。YouTube、 そう YouTube 見てたら何の YouTube かも書いてた。まあでも自習室寝るあるある、確かに。今日もこれで寝てた。いいように言うと情報の共有ができてる。昨日ユニバ行ってたのに当日券売り切れてて入れなかった。かわいそう。そんなことあるんや。あ、ペンライトありがとう。内容までチェックされるのかわいそう。見張りおった、見張りやった。ほんまにおもろすぎ。コアタの個別写真買ったよ。ありがとう。あれかな、何やったっけ、トランプのやつかな。来月リベンジしてくる。入れますように。ユニバ楽しかった。もっちゃんたちと行ったの。みゆとふわとトランプの、わーい、ピンクのトランプ。その時のジージ、今劇場で支配人やってる。でもジージはあの稽古はあるので多分やってない。イモムシ？体操のブリッジできるけどあんまりない。そっか、シンス体操してたから。ランダム写真で久々にコアタン出た。わーい。ランダム写真ってあれなんだっけ、試合服のやつかな。今日の服はどこの、かわいい。今日はこれはザラ。これ結構めっちゃ着てるかも。前でも結構前のかも。これがついてるのがポイント。新体操やってた期間長かった。英語派は小1から小6までかな。でかめっちゃ前です、やってたのは。いつもどこで買うことが多い。なんや、どこで買うやろ。でもザラとか H&M とか、あとどこやろ。あ、最近はなんかアズールで上に着るやつ買った。上に着るやつ。でもなんか冬の服欲しいのいっぱいです。なんかふわふわの靴も欲しいし、マフラーも買うか迷ってるし、そう、アウター、そう。最近なんか流行ってる形のやつ。なんか冬なのに意味わかんないモコモコのサンダルとか買っちゃった。サンダルモコモコの。大阪に接する時はヘップファイブよく行く。ご飯もなんかヘップ
ヘップいっぱいお店あるからよく買う服。サンダルにふわむくついてるやつやろ、あれ端先冷える。え、いやなんかでもめっちゃあったかい、めっちゃあったかい、あったかくて照明落とさないと色白肌白止め。え、そう、でも照明これ消すとめっちゃ暗いから、この一番暗いやつこれぐらいで、これがまだ一番いい。じゃあコアの部屋、あのライトが少ないから暗いんですよ部屋が。アウターってジャンパーのこと、え、ジャンパーじゃない、何やったっけ、なんて言うか分からへんあれなんかジャンパーじゃないけど、あの難しい。普通の店だと消えるサイズが服がないの悲しい。ビーン、こうやって伸ばしてみる、こうやってビーンっていつも服はユニクロ派、ユニクロもいいよね、めっちゃ派だけど。え、でもこれなんかついてる気する。でもご飯今ここにめっちゃでかいニキビが一個できてて、それで今ニキビパッチ貼ってる。もうこれほらちょっとだけ見えるかな、めっちゃほんまにめっちゃでかいのがここに一個あるんですよ。でも他は治ったのでちょっと嬉しいけど、このでっかいのだけ治ってほしい。ご飯活で最近おすすめの食べ物やデザート、なんやろ、スタバの新しいやつでもタリーズのなんかなんちゃらリスト系、なんちゃらリスト系のやつが好き。アウターのイメージが難しい。なんかもうバメで送ります、着てる写真、着てる写真でもな、まだ撮ってないから一個も、また撮ったら送るか、なんかツイッターかもバメかに泣ける。最近スーパーコンビニで売って焼き芋が美味しい。なんかコアの2番目の妹もめちゃくちゃ焼き芋がもうめちゃくちゃ好きで、なんかインスタで 芋だけフォローする、芋のなんか芋のなんかアカウント、芋を発信してくれる人だけをフォローするのを作ってるぐらい芋が好きらしくて、そう、それでパパの友達のケーキ屋さんの人がそうめっちゃお芋をくれたんですよ、美味しいやつを。そうやから、それをめっちゃコアの妹食べてる焼き芋コアは芋好きやけど、そんなめっちゃあのコアの妹ほどは食べないかな。コアバージョンいつもきちんと芋の生地で交換。でもコア家にいる時はずっとパジャマですシナモンのパジャマ。最近アンジュが羨ましがってそう。アンジュもお芋めっちゃ好きやねんな、多分確か。そう、コアの妹もめっちゃ芋好き。なんかラポッポやっけ、ラポッポファームやっけ、なんかっていう店があって、なんかこの冷凍のなんか大学芋みたいなの売ってて、そう、それがめっちゃ妹好きらしくてめっちゃ食べてた多分まだ今も冷凍庫にあるかも。コアちゃん TikTok やってほしいな。コアもさ TikTok ねやるかな、やろうかなみたいな話をさマネージャーさんとしてたんだけどさ、結局まだ特に何も決まらないままって感じなんだよね今ラポッポたまらん。あ、みんなやっぱ好きなんや。妹ちゃんって何歳さ、一人は高2でもう一人が中1。
スーパーの焼き芋が安いと思ってレジに持っていったら下の段に別の商品の値札だったピエン。でもなんかさ、ドンキのさ焼き芋ってさ、お店によって値段違うよね。ドンキのレジの近くにある焼き芋なんかめっちゃ安いお店もある。くら寿司の大学芋はラポッポなんだって。そうなんや。 TikTok デビュー待ってるね。いやん、でも TikTok さ、何したらいいか難しいよね大きさじゃないの、大きさなんかな。ふーわとジオンとミサキくらいかな、多分そうなのかな。ふーわ高2か、そっか。じゃあふーわと同い年でミサキとジオンの1個下かな、もう一人は。今日もお散歩に行くか迷いますね。うーたん勉強頑張ってる。やばい、うーたん勉強やばくて、さっきもママと一緒にあのご飯食べてたら、あの英語塾から電話かかってきてあの歩行をしますっていう電話がかかってきてた。かわいそうに。塾から電話をやばみ。そう、そんな電話来るらしい。かはその塾通ってなかったから分からへんけど。TikTok でなんか食べ物っぽく聞こえない。そう？あれなんやろ。トックじゃない、トックがなんかそんな感じに聞こえるんじゃないの。韓国のなんかありそう。TikTok でナングラの別バージョンやってほしい。でコアが TikTok やるのは何にしてもなんか。あのなんかダンス公演でできないから、なんかダンスじゃないけどルンルンみたいなやつキットカットチーズハットクTikTok だよ。いつかできたらいいですね。軽く踊るやつとかいいですね。いつか考えます。じゃあ今度会った時に言ってみます。ぽよに。TikTok だったらね、あれだよね、いろんな曲できるもんね。
そのショールームだったらさ、曲がさあれしか無理じゃん、決まってるやつしか。そう、他の曲できるのはいいとこだよね。やったことないから分かんない。で、見るのは好き。最近はね、あのなんか乃木坂さんがめっちゃあの可愛い、みんないろんな衣装着てなんか踊ってるのをやってて、それを見てる、ガン見してる。それでもアホティータグループ縛りある。そうそうなんだから、確かにって思った。それはじゃあそろそろランキング読みます。13位デュメールさん、ありがとうございます。12位ゴッド、こっちはちゃんないんや、ゴッドさんありがとうございます。11位ゆうすけさん、ありがとうございます。10位こばりさん、ありがとうございます。プープーってついてる。9位ゆうりさん、ありがとうございます。8位はビエンさん。ありがとうございます。7位はももくまのうちさん、ありがとうございます。6位はのりえさん、ありがとうございます。5位はりんさん、ありがとうございます。4位はえりなさん、ありがとうございます。3位はひでさん、ありがとうございます。2位はしんごさん、ありがとうございます。そして1位はのぶさん、ありがとうございます。みんな見てくれてありがとう。ショールームとツイッターのフォローもしてね。じゃあコハはナングラをまた後で乗っけます。見てくれてありがとう。ありがとう、マラコシイタケ。